もうすぐ6話が始まります。リツさん、見どころをよろしくお願いします。見どころはですね、はい、6話で初めて、はい、結構リツの過去だったり、はい、あとはマドカと何があったのかっていうことが、はい、まあ、一気に暴かれるところで、はい、まあ、リツにとっては結構感情的にもなったり、うん、あの大事なシーンではあります。そうだね、はい、今絶賛撮影中です。今ね、はい、これからリツにとっては今日は明日と少し大変な、ね、期間になりますが、なります、ね、頑張ってください、はい、まあね、本当にリツもそうだけど、うん、ユーマもね、うん、めぐるも、うん、結構ね、まあ、僕のみんなかな、みんなすごく、ね、感情的なシーンっていうのがすごくここの6話では描かれていますのでね。そうだね、最初はこう生活してたけど、うん、どんどんこうね溜まってたとか、うん、聞きたかったことだったり、はい、疑問に思ってたことを、はい、まあ、こうぶつけ始めたり、そうだね、うん、それで、まあ、リツもそれにリアクションすることによって、うん、まあ、どんどん素直に、素直っていうか、まあ、打ち明けていくことで、うん、まあ、マスミともまただから一層ね、マスミもいろいろロカでもあるもんね、うん、大きなことが。そうだね、うん、それがきっかけで、うん、ちょっと身に何人か、うん、あったりなかったり、見れなかったり、あったりなかったり、うん、っていう感じで、ね、結構大事な話はですよね、まあ、全部大事だけど、はい、っていう感じですね。では、6話見てね、見てくれよな、パスン、あっ